よくナンパされたとかスカウト受けたみたいなお話をすごい誇らしげにする方いらっしゃるじゃない。チョコは全然自慢になるって思ってなくて、お前はいけると思って声かけられてるってことだから、それぐらいちょろいって思われて声かけられてるってことやぜ。それ自慢にならんと思うけんなって思うやけど、なんかむしろなんかチョコそういうのに話しかけられ、うわなんで私に来るんだって思うここまで安くないんやチョコはって思う。めっちゃムカついちゃう。だいたいチョコの場合は歩いててお姉さんホストクラブどうとか言われると、ホストはいいや、お兄さんと飲みたいははって言って去るそうするとなんかそれ以上しつこくしてこない。だいたいえってちょっと嬉しそうな顔をされて驚かれて、なんか反応が止まるよ。その間にスタスタ歩いていっちゃうなんか大丈夫ですって言うと、いや初回だけでもみたいな、今から行けるからみたいな感じでしつこくされるからめんどくさいじゃないですか。思考停止させるんか。え、そう、なんか大体ああいう人たちってさ、仕方されるか嫌がられるか、なんかすごい慣れてなくて、うん話聞いちゃう子かの3パターンしかさ慣れてないから、まさか自分に来るっていう選択肢をあまり考えてない人が多いから、大体ほえって顔されて思考停止する人多い。俺みたいなおもろい、あのポカーンってした顔、さよならって思ってチョコ的には目的地がないと外に出ない悪魔だから、チョコの道を阻むでないって思うけどね邪魔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 って